「ピーチキャッスルのカリ」さあ始まりました「ピーチキャッスルのカリ」のお時間でございますこの番組はピーチキャッスルが1週間に気になった出来事や不平不満を好き勝手喋っていくラジオ番組でございます お送りするのはピーチキャスル・トバルト。ピーチキャスル・マイショーです。よろしくお願いしまーす。お願いします。さあ、マイショーさん。えー、先週はお休みでしたけどね。そうですね。あの、FM 機能案がリフォームということで。ああ、そうなんですお休みだったんですけども。ええ一週間経って今週。はいはいはい。いで今週からちょっと夜のラジオがちょっと再開できるとはちょっと聞いたんですけれども。はいはいはい。サブスタジオですよ。 そうなんですよ。ちょっとね、ラジオを聞きの皆さんはちょっとわからないと思うんですけれども、うん、いつものね、本スタジオではなくて、サブのあの、録音スタジオで、生放送しているということでございまして、はい、これはね、なんか収録とかするときに使う部屋ですからね。使う部屋だね。ああ<ー>。で、俺、今日 f m ビワン来て思ったんだけど、<laughs> うん、え、廃墟ですか いやいやいや、まあまあまあ、改修工事中だから。ドアも全部取っ払えちゃう。新しくなるんですよね。いい感じに。ペンキも下、べちゃべちゃべちゃってついてたから。そうなんですよ。俺も、それもどっか移転するんじゃないかなと思ったいいいいじゃないですか。めちゃくちゃ。こっから楽しみですよね。楽しみじゃないんですよ、トバラさん。何ですか最終回です。あーっとピッチキャストの帰り、本日で最終回です。ちょっとなんか、 俺は、ちょっとま、最後に言いたかったけど、うん、なんかあれだな、<や>なんか、早めに言いたがってるなって感じはした。あ、言います <laughs> 早めに言います早めに言いたがってるなって感じはした。最終回です。あ,あのー、この回収工事してますけど、うんうん、なんかさ、あのー、な、俺、ま、お前は感じてたかどうかわからんけど、うん、なんか、あんまり、 こういう新しい建物に、縁がない人生というか。<laughs> ああ、確かにな。茶ャ小学校出身なんですけど、茶ャ小学校から始まって、<laughs> はい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 。旧校舎でしか過ごしたことないんですよ。茶ャ小学校の。うん、で、僕らが卒業した翌年に新しい校舎になったんやな。なんか建て直してるもんな。あ、そうだっけうん、ぐらいだった。だよね。うん、で、茶ャ中学校も建て替えしてるんですよ。 今ね。今。うん。で、私たちは休校者。校者で、私、うん。チャタン高校も休校者なんですよ。ああ、うん、ぽいわ。で、あの、しかも、これが何年か経って、そりゃそうだろうって、ん、なるんですけど、ただ僕の場合は卒業して、すぐ建て替え、だからギリギリ味わえないっていうことが多々あるっていうか。まあ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 、確かに。そうそうそう。で、ラジオ局もそうでしょ FM 小座から始まってるもんな。あ、小座もそうですね小ザも味わってないもん。<ー>俺らがトナイト e 卒業してからリフォームしてるもん。はぁ<ー>。で、<laughs> FM 昨日はもう我々が卒業と同時にリフォームがもう完成するんじゃないそうなんですよ。これどういうことですかこれ、なかなか僕は味わってなくて。 キャンさんもしかしなんかわざとやってますこいつに権限ないだろ。いや、こいつって言うなよ。こいつって言うなよ。何の権限もないだろ。いやいやいや。いやー、まあ、ということでございますけれども。えー、どう、どうでしたかいや、この一週間ね、ちょっとパタパタで、もういろいろ、なんか引っ越し作業やら準備やら。ああ、そうですかそうそうそう。はい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 。なんかね、 今日のお昼も電話かかってきて、あのー、毎週お師匠様でよろしいでしょうかはいはいはい。はい、出てい。あのー、入居日がいついつのご予定なんですけども、えー、電気水道ガスの、あこれだろ、俺もやった、俺も,も。いつにしますかって言ったら、<laughs> あもうそ,その日から使えるようでいいですよってなって、で、終わったわけ。うん、契約。うん、で、 また次電話かかってきてから。えー、そうせん、前少佐までよろしいでしょうか。はいはい。この度は何とか何とかご利用いただき誠にありがとうございます。ありま電気と水道のガスの開通なんですけど。えー。で、俺、はってなった。いや、お願いしますって言って。東京の家の話とそう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 。で、行って、どんどん話進めていた。会社が違うばい。ほうほうほう。で、俺、だから、あれと思って、後半に。ちょっと待ってください。お、前も僕に電話しましたって言って。 いやしてないです、うん、俺、多分前にも電気、ガス、水道、開通お願いしますっていう電話来たんですけど、あじゃあちょっとお調べしますねって言って、うん、少々お待ちくださいって、5分ぐらいずっとなんかあの、てるね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 るるん、はいはいはい。で、あもしもすみません、お待たせいたしました、<ー>ちょっとこちらでまたちょっとお調べして、折り返しお電話しますので<ー>ま、またじゃあ電話がかかってきたらお願いしますはい,は,いはい。そこから一応8時間ぐらい電話かかってこないわって。<laughs> 怖え 俺だから多分今のところ2社と契約してる可能性ある。やばいね。嬉しい。いや嬉しいじゃない。<laughs> え、電気ガス水道未だに高いのに2社と契約してやばいよ。嬉しい。え、薬満1万？0万 ?100 万よね。<laughs> これだからどうなんのと思ったら聞きたかったわよ。むずいよ、ね、ちょちょ、東ルの方が多分、え、早めにな、お済ましてるさ。<laughs> 一応いろいろ。え、電気東京東京ガス東京電力東京電力でしょ。東京電力、東京ガスだよな。 うん。でも、うん。二週間前ぐらいになんか俺か電話来た、なん、なんか、スマスロみたいな会社だったば <laughs> なんか、<laughs> <laughs> なんかスマスロって。なんかスマスロなんかわからんけど。なんでコインがいらないスロットだば <laughs> の、から電話かかってきてて、そこと契約を一応してるばで、今日電話かかってきたのが東京電力、東京ガスバーって。うん。で、一応そこにも契約したばって。うん。だからあと一個なんか別の、 やってみればまた違う違う違う。ちょちょちょ。なんで電話か。なんで情報共有できたんか <laughs> だからいいや、わからんわけよ、それが。もうなんかめっちゃいろんなところから電話なってる。そうそう、そういうもうお前がもうダラ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 やってるから。ダラダラはしてない。いやいや、ダラダラしてるよ。もう遅い、もう。そう、あと俺なんか知らんけど、俺、ウォーターサーバー契約しちゃかんない <laughs> <バカ S 1>。ばっどっから俺の番号とかさ、<laughs> あんなのが漏れてる。えわかるえじゃょ、ほんとに。プレミアムウォーターサバあ、そうそう、それお前やった <laughs> お前やった俺もやったやったよかったでもあの、月々安いやつでみたいなだろで、これ多分よ、県外の人からしたらはみたいな。多分、金持ちいいみたいな感じで言われたわけよ。あウォーターサーバーが家にあるっていうのでよ。うん。これを、沖縄の人ってウォーターサーバー契約してる人多いやし。多い多い多いわけよ。だって、もう抵抗なかったもん。俺。やっし。で、県外の人とか東京の人とか多分よ。はみたいな。 なんで、貧乏人が、ウォーターサーバー契約してんのっていう、感覚あるらしいぜ。腹立つな。え、え、の、マジおうん、そう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 。多分、多分よ。だから、そう。いや、契約したよ。俺も。お前、サラサラってやった。俺、怖かったから、一旦。うん。3年のやつにしたけど。ああ、なんで、そんな、全然言ってなかった。ちゃんと来ねん。だろうん。俺は、怖かったから3年にした。しょって、大ミスリ しょって大見すり。あなんかありますよね。いやいや、あったよ。だから。これ、これ、月々、これぐらいですよ、ね。これぐらいで、なんか、12リットル2本みたいな感じで。あ,あじゃあ、水買うよりマシカル。そう、マシで持ち運びも絶対不便やし。はいはい、はい、っていう感覚、あれだだから。だから、あ、よかった。じゃあ、じゃピーチキャストラーじゃあ、あれか。新入居では、最初の家電は、じゃあ、二人でプレミアムウォーターのウォーターサーバーってことがいいんだな。そういうこと、そういうことね。<laughs> シクリット。<laughs> シクリット <laughs>。<laughs> いや、そう、それ気になってすよ。う東京は特設水道水飲めないですよね。ええ、飲める飲める。ガブいやいや、東京の方が水道綺麗なんじゃないのいや、水甘いよ、東京の方が。だろうん。沖縄の方が結構なんか石灰が多くて、なんかあんま飲めないって聞いたけどな。いや、俺、まあ、でも東京の水道水でも全然飲めるっちゃうん。あ まあだからそういうことが多々あったっていうことですよ、ねうん、あったあったもう。まあ、だからもうちょっともうプチパニックなりそうだったのに。いやパニックですよ。あ,あ、なんで俺二社、二社の契約はウォーターサーバーまあまあまあとか言って。もうそんな。ほうれん草がないからさ、お前は。<laughs> な、なんだっけこの何にも連絡しない感じは。な、な、いやだから、決まった時は行ったじゃん、すぐ。えしかも二人で飲んでる時じゃなかった ちょいちょいちょ何日がなんどうして、でこういう感じにしようと思っても、も一切連絡ないさ。ああ。じゃだから、そう、劇場とかのそういう仕事とか、あとはバイトのなんかそういうラスト出勤とかのあれを、もう、もう、スケジュールパワーって立てて、入居日が一応二十六ってなったわけよ。ちょいちょそれもなんか、なんかこうした、そう、それをさ、そうそうスケジュール立ててこうしようかなと思って、こうし、だから十六とかしようかなと思ってるとかってさ、いろいろ言えばいいのに、うん、俺が聞くまで。 何にも言わないんですよ。これなんなのこれ。<laughs> いや、だからだ、え、俺でも、い、いったよ。26日が入居日やスだった。いや、例えばさ、彼女とかさ、うん、ができた時とかも、うん、そんな感じそんな感じってどういうあ予定がどうたらこうたら、みたいなさ。なんか、なんで、そんな。あ一応、いついつ空いてるって言ったら、うん、予定埋まってるっていう。マジ、いやい、やさ、お前みたいなやつ、マジで。<laughs> お前みたいなやつ。<laughs> お前みたいなやつって言うね。<laughs> ああ、もう、鼻水嫌すぎるなー、本当に二十六26、2二十7ぐらいだな、俺はもう。ああ、そうですか。うん、ああ、10年間。まあ、10年間っていうか、うん、まあまあ、この東京の話、あのー、ちょっと求めてなかったんですけど。うんうん、<laughs> いやいやいや、ど,どうでした ?10 年。沖縄の10年 <laughs> いやいや、沖縄の10年じゃないです。<ー>ラ,ジラジオの10年ラジオいや、たいやもうめっちゃ、<laughs> でも10年やってるってすごくないマジで。ああ、確かにな。ぶっちゃけ。people, people ーーーーなってますいないですよね。いないんじゃん ?10 年やってるって。ねえ。いないと思う。だってもういろいろやったもん。だって FM 小ザ時代から合わせたら、全島エイサー祭り。ああ。2日間 2> あ。ありましたね。配信とか。はいはいはい。あれ、もあれすごいよ。 9時間喋りっぱなしだったから。確かに、確かに。やばい。<laughs> 9時間よ。確かにやばい企画ではありましたけれども。<laughs> なんか長いことやったなって感じしますね。するな。ああ<ー>。で、なかなか俺らのラジオってあんまゲストも来ないしな。あそ,うそ,うそ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 う。なんかなゲストも来ない上に、うん、あのーあ、なんかね、申し訳ないなっていう気持ちもありますよ。な何がえ我々の <laughs>、うん。 あの、番組に、スポンサーつきたいですっていうこともなく。あ,あ,うん、あのー、我々に、あのー、スポンサーでもつ、つ、つこうもんなら、うん、あのー、多少何かは。給料も入っただろうけど、十10年間一戦も入らず、我々、うん。は入、いはい、らずじょ。努力不足が、ちょっと我々の影響力のなさが、<laughs> 招いた結果。ちょっとあのー、<laughs> この曲に対しては申し訳なさがありますけど。確かにな。そう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 。ああああまたね、えー、力つけてね。そうね。またなんか還元できればいいなって機会があればと思いますけど。そうだから今日もスタッフのキャンさんとも,もう今日でお別れですから。ああ、そうですね。うん、ねえどれぐらいやりましたキャンさんとは。うわあ。そんなんやってます ?6 年半。すご。えもしかしたら、うん、一番、 長く一緒にやったスタッフじゃない可能性あるあるなうん。ミキサーというかスタッフでは多分キャンさん長いんじゃないそう。みんなコロコロ変わるなよ。<laughs> <laughs> まあ、変わる時もあったけどもね、なんか。あとは、あの、自分でできますよねとか言ってる初期の頃はあったな。初期の頃はありましたけど。意地でもやりたくなかったからやらなかった。いやー、そうね、長い。だって、キャンさん、同世代ですもんね。頑張ってね、欲しいのな。我々も頑張りますけど。売れて遊びに来ようどうなるか。でも曲はね、どうなるか楽しみですよね、本当に。 確かに。うんこれいつぐらい完成するんですかリフォームは。一応今月いっぱいで。あい早いで、ね、早いじゃないですか。予定、予定です。うん,うん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 。なるほどね。 まあ見に来れたら見に来ますよ。はい、そうですね。うん、また、はい。ということでございまして。この番組ではですね、メッセージを募集しております。7 9 7 a o m 7 9 k f m g i n o c o m でございます。皆さんメッセージと少し,し応募してきてください。お願いします。はい。お願いします。えー、で、リクエスト曲も受け付けております。必ずアーティストメイト曲名、必ずアーティストメイト曲名、この2つをですね、書いて、えー、ツイキャスのコメント欄か、僕が読み上げたメールアドレスまで送ってきてください。お願いします。お願いします。 でコメントがですねはいはい、えー、来てますよ沖縄は香水って聞いたことがありますと水道水のことですねうん、うん、そうなのなんか一応固めって聞くよあそうなんだだからラーメン作りとかも結構苦戦するってさあそうなのスープのえなんか水がやっぱちょっと硬いから味が変わるらしいのれん分けのラーメン屋でもえだからやんばるとかの水とかを汲みに行くラーメン屋とかも結構あるらしいよ <laughs> なんかお前急に。湧き水。急に。いや、いや、飲食関係のなんかどっからの情報ポンって。いや、居酒屋とか、なんかそういう系列とか。絶対嘘です。な、なんかそれ絶対嘘って。えああ、だから硬い水飲んでるからってことか。やばいじゃん。石、石できやすうん。うわ。ううわ、怖ええ。そうなのお水飲んでお腹膨らまそうって。ウォーターサーバー芸人。 えー、コメントもね、他にも来てますけれども。う、えーんと、インスタのうには来てませんね。はい、い来てないかい来てないかい来てないかいえーっと、えー、私は田舎だから水道水で行けるからなーとかね。おー,おー、来てますね、そんなのとか。場所によって水道って違うよね、やっぱり。うん でも東京の水は俺全然飲めるやつさ。ああ<ー>。何の抵抗もなく多分飲めるはず。だって一回あの、劇場のトイレの水飲んでるから。ちょガブ飲みしてましたね。ガブ飲みしたから、あれは本当に。干、うん、からびる寸前だったから、本当に。あの時もうマジでもう東京の水甘ーっと思ったの<東>ウステッ鉄筋家族状態。それは喉乾いてるからじゃなくて、甘ーっしっかりと味を味わった。味を味わっても甘ーと思っと、うん。なるほどね。 えー、この番組はですね、うん、えっと、たくさんの、たくさんのというか、うん、あのー、先輩芸人もゲストに出てくれたりとか、しましたよね。あ,あ,ねあのー、囲碁将棋さんもそうですし、してくれたチョコプラの長田さんはい、はい、も出てくれましたしね。うん、うん。来てたんですよ、キャンさん。知らなかったでしょ。 キャンさんいるときやったいや、おさんさんは多分いないときです。いないとき出す出す出 <laughs> すえ、なんでいなかったんだろうえ、こっちだったよな <laughs> こっちだっけあこっちじゃなかったっけあっちこそいや、俺こっち、あわかんない。あもう <laughs> 記憶が。えー、たくさんのね、ゲストも来ていただきましたけれども。うんうん、ありがたいですね、ほんとに。うん、もうだって10年は俺すごいと思うます本ほんとに。 10年だよ確かにあーあんまりこんな長いことをずっとラジオやるなんて思ってもいなかったねなかったなうんえっ期生でい,いったらもう,最もうい俺らぐらいじゃないえ何個ですかラジオやってるのってえそれはないでしょあそうじゃない俺らと初恋ぐらいじゃないコンビでよ、えー ユニットとかではなくてああはい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 、はい、じゃない多分ガチでなんでみんなコンビでやらないんだろうね <laughs> <laughs> 謎なんだけど一応なんか一応分かるやつさん,んかななんか交代交代なのかユニットなのかなんかやってるの最近多いよなえう、ー、私は県内にいた頃も東京にいる今でも、うん 沸騰させてからお水は飲んでいます。えー、飲食店で出る水はどうだか不明ですけど。あー、なるほどね。確かに、まあ、一回沸騰させた方がいいっていうのは、まあ、もちろん聞いたことあるけども。で、コメントで、うん、えー、今夜は YouTube はないのかなってきてますけど、今日は YouTube はないんですね。うん、はいはいはい。まあまあまあ、サブスタジオで、ちょっと簡易的な、ちょっと、えー、セットでやってますんで、ちょっと YouTube はないですね。うん はい山いやいやも無理なさらずにということでえー、ここら辺で一曲いきますかはいそれでは一曲お願いしますキャンソンパソコン見えてるのキャンソンパソコンありますないです <laughs> <laughs> この後もラジオあるっすかあります。え大変だね。大変だな。ちょっと怖い話するんで、一回マイクを送りましょう、ね。あ、ちょっと待ってください、はい、あですよ。あ あ,あ見に来いよ仕上がったらぜひ遊びに来てくださいねまあだからここの枠をどの芸人がやるかでまたで変わっていくんだろうな雰囲気とかもまた違うと思いますからねうんでもめっちゃやばい芸人が元気な芸人が来るかもしれないし ええ、つっ,って。いやいや、そう、あり余ます有り余って、<laughs> さらに上に。かぶせで,もガンガンでも、もう、ガンがんで。もう、今までは、もう、俺がいたから、もう、俺が押さえつけてた。<laughs> 押さえつけてたわ。うん、自分、昨日も、中地君がずっと喋ってる時に、事務所からずっと大声出して。ちょっと、声入れてた。うん、だいぶやばいやつ。<laughs> だいぶやばいやついですか <laughs>、うん。ぜ、俺たちのラジオで、絶対。<laughs> <laughs> 絶対にそせじゃない。やあれはでもこれ挙げざるをえないですよ。コメント止まってて、中志くんがあの子子供生まれたっていうの発表した。ああ発表してましたね。子供のウニチを舐めてみたいみたいな話し始めて、コメントきたあっとまって、それでもずっと続けるんですよ。ああ、それはちょっと。ちょっと面白いセリフで面白いだなって確かにそれはある。 あ、っでもそれぐらい愛情を注いでるっていうのは伝わってきたのでああお子さんねはいいいお父さんになりそうだな なんか俺たちのタイミングが多分悪いんだよな。本当はね、はい、新しくスタジオできて、一回だけ味わってから、まあ、はい、卒業みたいな感じだったらあれだけど、あ,うん、あ、でも、これもまたいいのかなちょっと、もう古いやつらはいなくなるいな。<laughs> <laughs> だって新しく入る芸人はね、<ー>もうその新しいスタジオから楽しめるわけだ。新規, <laughs> 新規一点の、まあまあまあ。 いや、でも僕はもうめっちゃ楽しーですいやいやいや、また芸人が来るわけですから、うん、東京遊びに来た時はもう連絡くださいよもうビートマニアの話できないんだああ、ね <laughs> 少年家に置こう何だ <laughs> 俺の家に置こってた今、何かあなお前何だったっけ何がロフトガールお前、ゆゆ展示にするんすよああ、ちゃんと言う <laughs> ちゃんと言う住所まで思い出せんかったけど、住所もどんどんお前の言っていくるいやいや、だめだめだめ,だめ ええ、い,やい,やいや怖い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 。運輸じゃなかったお前の部屋。なんてなんてお前の部屋ってマト運輸じゃなかった。運輸じゃなった違う違う。マト運輸じゃない。ショーの住所はどんどん発表していく。まあもう怖いやつでしょ、お前、本当に。<laughs> 個人情報ゼロ芸人やし、もう。<laughs> ただ一応、マジ謎のロフトがついてんだよな。いやいや、ロフトいいですよ、一応。いやいや、じゃないです。<laughs> 眠れるんだったらいいんですよ。 多分眠れないです、ね。はい。自分今ずっとロフトで寝てます、ね。あ、そうなんですか、はい。家の、あの、ロフトがあって。うちの母がこだわりで作ったんですけど。ずっと物置きになってたの。あ、もう、だから、ほん。いや、でも。絶対あれ、もう。収納スペースぐらいのロフトっすよ。ああ。 なんかそうなりがちですよ。うん。とはまじ、隣近所とかだな。なんかお前の部屋の方が広くないなんで?うん。あ、十条。なんか一応あったよな。<う>だからもう死に探しちゃった、本当に。パーって。なんか探したって、俺が送ったやつやし。はあ?。違う違う違う、あれ、<laughs> 俺が送った物件さん。これどう、これ<俺>どうでね。だったっけ?う。うん。 そうでもう分からんもう近藤さんからもなんかポンって,きて名前出すなやん <laughs> ポンポーンってきてたから暑 <laughs> 熱くねこっちすいませんあのクーラーないですすいませんあ,あいやいやいいですよいいですよ別につけるほどではないですけどけいいああねっ 熱々の生き物係のみ<あ>、はい、お聴きいただいたのは「生き物係で「イエール」でした引き続きビーチキャスの借りをお届けしたいと思います、はい、ということで えー、コメントでね、希望でしたら、PH キャッスルさんが長くやったから、同じぐらいずっと続けている芸人がいいなと。続けていける芸人がいいなか。あ、あ<ー>続けていける芸人がいいなあー、なるほどね<ー>、うん。変わるとかって言うよりかも、うん、長々とみたいな。はいはいはい。はぁ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 まぁでも、今、芸人結構少なくない今少ないですよね。めっちゃ少ない。 ようなんでこんなん減ってんのいや分からんほんとにあとみんなどこ行ったのって思い浮かぶのもうほんとに花フラワーとかはいはいはいあの辺ぐらいしか出てこないのえコンビで言うつら花フラワーマルキオビルでまあまあ一応アリンクリンハイビスカスパーティー初恋でしょおい赤オレンジうんえ あ、キャンマーブ。ああ、はい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 。とか。ぐらい。あとはもうピン芸人とかが多いんじゃないま、でも相当若手とかじゃないだからもう俺らも全然絡み。<laughs> まあ、四隅なんかのコンビも、まあでもあれね、<あ>シーセンもいるからあれだけど、ね、本当にだから、がっつり活動してるって言ったらもう本当それぐらいじゃん。だよな。だって砂川とか新規たちも、 活動してるか,どうかもグレーそう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 ,そうまあ余儀もそうだけどはいはい、まあ、組み立てみたいな感じとかもあるし、うん、7組いやまあまあだから細かくいったらたくさんいるだろうけど、うん、なんかあれなんじゃないだからまあいあんまりいないみたいな感じもあるんじゃん、はいはい、思い浮かぶのでも大体この組数っていうことはここ10年で鬼のように変わったなうんそう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 ,そうだって俺らの時だって100組いたもんな 100組ではないな。あ、100名か。うん。100名いて。我々だけで。うん、ええー。全然いないですね、ほんとに。<laughs> マジでいないな。マジでいないな。みんな頑張ってるほんとに。まあ、まあ頑張ってるじゃん。多分だけど。まあ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 、こう、こういうふうに、うん。到達されていくわけですからね。うん やっぱ劇場がなかったのが痛いんじゃん。ああ<の>。でかいんじゃん、<ー>それが。本当に。に本当にでかいと思う、俺は。はい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 。そしたらもうみんな集まる機会もさ、もう減るし。はいはい、はい、で、劇場なかったらそれはバイトするし。はいはいはい。で、週4号でバイトしたらそれはもうみんなとも予定合わんし。ああ、まあ確かにね。うん。 そう。なんか、ハピナ派とかさ、劇場あった時って、金ねなかったけど、一応なんか楽しかったし。あー、わかる。なんか。あ、なんかね。なんか、どうにかなるか、もしくは、みんなでなんかお金出し合って、なんか、買ったりとか、誰かに贈ったり、贈られたりとか。そうだね。もう今ないじゃん、そういうのはうんうんうん。わかる。また飲みすぎた、やばい、どこで寝る場、劇場のソファーか、かーって、髪洗いて、とか。もう今ないやし、一応。ないね。 ないさもあんなのそういうのがあってからな。うんトーバル誕生日おめでとうとか言ってソファーで寝てる時にあのケンゴさんが島ぶっかけられてた。あったけど。<laughs> それあったけど。<laughs> ブシャーって言って <laughs>。あったけどそれ。ああいるとかもないしな。だからまあみんなそういう芸人自体もどうですかもし仮になんか公認とか。 何希望的な。あ、この番組の公認どうだろうな花フラワーとかがいいかな俺は。はいはいはい、なるほどね。花フラワーだとか、うん、あと誰がいる花フラワーだと、キャンさんとの相性も良さそうだしね。あ、確かに。お会いしたことありますよね。あります。ありますよね。はい フラマルキオビルマルルキビもいいけどね、忙しいんじゃないマルキオビルは。お市とかはお市とかはっていうか、栄一郎っていうピン芸人とハイビスカスパーティーの中里というコンビのお市っていうコンビでしょ、ユニットの。いやいや、だから中里はもともと千秋っていう正式な相方がいるわけだから、ハイビスカスパーティーで。 た,ちただ、千秋が出産の間、休止中にお市っていうコンビをエイチロと組んだだけだから。うんうんうん。これなんか、千秋もなんか変な気分だろ、それ。<laughs> <laughs> こんな。もう、千秋は復活してるのに、いきなりお市でラジオやるってなった、うん、<laughs> だったらハイビスカスパーティーでやるよっていう話だもんな。<laughs> でも忙しいって分かんない。どうなんだろう,、ねもう分。もう終わっからんももうそこらへん。えー、それから島袋忍の、シのプーシノプーっていうので、もう、一 <laughs> <ー>人でやるあ、いいですね。 あ、それか、あれは。何あの、ヨギが、うん。FM、小座でやってるわけよ。うん,うん。で、姉妹ラジオでしょ、これ。うん、はい。兄弟ラジオみたいな。うんうん。ヨギをここに移籍させるば。はあはぁ、あ、水曜日にで、忍も、うん。一緒にやるわけ。うん。うんうん、で、時期シーズンのラジオとしてやれば。お<ー>ああ、ヨギとしのぶでってことだ,だって今、ヨギ一人でやってるから大変だと思うわけよ。 でも余儀にそれ言ったら、まあまあ別に一人でも大丈夫ですよって。あいつは強がるタイプだから。はい言うな。い言いそう。そうそうそう。言い、言いそうやし。で、そしたらさ、忍も、忍今ラジオやってないだろ。忍は、うん、もうずっとレンタカーしかやってない。じゃあ、だから、言うなお前それ。収録、収録でね。あいつの職場を勝手に、スイートレンタカーだろ。スイートレンタカー。いや、お前も名前言ってるじゃん皆さん、スイートレンタカーでね。 まあで、あのー、そうしたらさ、ジキシーズ。あ、だから、忍ぶ一人では不安最長うんうんうん。あいつもむちゃくちゃ、なんか変なこと言いそうだ。うん言いそうね。で、それに、余ぎに、タズナを握らせて、ラジ、ラジ、あの、ジキシーズ、YouTube のあれとして、うん。やれば、うん、ああ、なるほどね。そうそう,そう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 。それはまあ、勝手な、俺たちの希望的観測ではあるけどよ。<laughs> うん。あいつらかしら、いや、めんどくさって、<laughs> <laughs> ってなるかもしれんから、あれだけど、 俺たちはね、嬉しいけど。まあまあ、もう嬉しいけどな。ヨギとか忍ぶのラジオ。そうそうそう。面白そうではあるけど。そうそう,そうそうそう。えー、東京に来るということは、ルミネとか、幕張でやりますかやりませんあのー、皆さんありがたいね、<laughs> 意見よくいただくんですよ。<laughs> あ東京来たから見に,き見に行けますとか、東京行ったら、えーえー、新宿近いんでルミネとか見に行けますとか。うん 出れません。出れません。<laughs> ルミネはね、出れません。ありがたいことにね。うん、あのー、もう、もしかするとよ、もしかすると。うん、東京に移籍して、我々が一回も劇場に出れないまま終わるっていうパターンもあるんですから。いや、あるよ。本当に。本当に。東京なんて山のように芸人がいて。しかもゼロスタートだから。そう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 。結果残さないと、うん、劇場にも出れませんから。もう、本当厳しいからね。 えー、忍は久米島のラジオをあゆみさんとやってます。あ,あーなるほどね。忍<ー>ちゃんは FM 久米島で、あゆみさんと秋葉さんの謎の東京の立場場。あー<笑><笑>なるほどね。うん、はい、はい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 。あ、じゃあ、ラジオやってない芸人もいないんじゃない吉本沖縄で。あー。もしかすると。 だから、あ、あれなんじゃないみんなが言ってるのは、うん、本当にそれこそコンビでラジオ持ってない花フラワーと、うん、例えば、一個もラジオやってないマルキオビルとか、うん、マルキオビルって一個もやってないのお、どころじゃないのどこあ、そうだ,だからみんな言うんじゃないのだって、聞いた記憶もないもん。あ、へのーな。なんか、なんか嫌なんじゃん。ああ、<ー>そうなんだ。か。もしかしたらね。へ<ー>そういうのもあると思うから。そう,そう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 。わからないけど。東京で釣り配信あるの。あ ねや、れたらやりたいっすよ、マジで。釣り禁止のところ、結構ある沖縄より厳しい厳しい。厳しいんじゃないいや、厳しいと思うよ。もうだから東京で親ビッチャを釣れるのかやろうよ。釣れるかや、マジで。いや、いるかもしれへんし、あっちとかお前もう、バス釣りがお前メインだろ。ああ、バス釣り。うん、ルアーバスなんだっけ、俺たち、あんなとこに。クエザオとか持っていこうか。<laughs> グンって。アホトもあるよ。<laughs> 打ち込み、ギャーンってなってから、<laughs> 50号ぶん投げて。本当に。 マジでみんなもいると思うよ。な、な、な、なんか、<laughs> いるの,い,るのいや、わかんないっす。サめたい字えー、下北沢にはいくつかの劇場もありますので、いつかはそちらに、レ本田劇場。あ、そう、ありがとうございます。そう、あのね、そういう、この、吉本が、ううえー、管理している劇場じゃなくて、要は、いったいろんな、こう、劇場他の劇場で。箱があるってことそう,そうそう、箱で、うんえー、そういうところには、 えー、我々も出られるかもしれないので、そういう時はもうガンガン告知してな。確かに。そう、そうやってライブに出て、うん、えー、知名度上げて,て。そうそうそう、そういうことで<あ>すそういう情報はありがたいな。いや、知らんかったわいや、じゃだから他にとかそういうライブハウスと箱があるっていうのはわからないじゃん。はいはいはい。えー、久米島のラジオは1日で2週分撮ってるから、忍は、えー、疑問のできると思います。<laughs> めちゃくちゃ忍のスケジュール知ってんな。<laughs> に詳しい。だから一番はそうですけど、でもあいつらもめんどくさいっていう気分もあるだろうし、うん、えぇ、ー、忍は多分もう来月の中旬まで体調治らないと。そう、あと、な、俺たちも、なんか、強引になんか、ま、言うっていうのもなんか言っても、また、あれですから。絶対言ってくるもんな。いや、じゃねえっすよ。いや、ピーチさんがやれって言ってからやってるんですよ。 そだからもう,死にうマジで言う。あいつマジで言う。あいつって言うさ、本当に。言うよね、本当にあいつって言うわけよ。<laughs> 前もう4人でサウナ行った時とかもなんか、え、ちょ、いやいや、無理しないでって言ったじゃん。はい,はい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 。そうしたらなんか、よろしくす。マイショさんが一応なんかもう楽しみにしてるって言ってたんだよ。<laughs> ちょ、ちょ、ちょ、ちょ <laughs> それではあいつから風邪つったからね。ほとによ俺 <laughs>。風邪いいでんだったら来なくていいよ、無理すんなよって言ったのに。<laughs> うん いや、大丈夫です。いやだ、<laughs> いや、大丈夫ですが分からんのよって。いや、大丈夫じゃないやしって <laughs>。あいつはもうそう言うから、すぐ、もう人のせいにして。はは <laughs> ああ、大変ですね、ほんとに。あ,あベンビーさんも俳優修行のため4月から東京、あ,あらしいですよね。俳優修行なのはい、あ、俳優修行かどうかわからなかったけど、なんか一応東京に行くってのは聞いてた。え、あ、えベンビーさんも。あ、そう。うんうんうん。俳優か。あ,あまあでも。 そうなんですかね。えー、東京行ったら、ピーチキャッスルの YouTube 動かさないの。俺はそれマジで動かそうと思ってますよ。常に。いや、俺も動かしますよ。いや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 、お前はもう、またお前自分の、なんか、計画がまたあって、なんか、い,やいやかあ、東京間の計画は全部俺にしたかったね。<laughs> <laughs> 全部。<laughs> あの、計画してる、うん。東京間の計画は全部、あの、で、バイトも一緒のところやるから。<laughs> スーパーのレジち、レジ打ち。<laughs> ベ,ベベベって。ベベベベって ちょ、あ、あ、9時から5時まで。全然レジ打ちでもいいんだけど、俺はもう、さらに俺はもう行き切って、俺マジで思ってたんだよ。マジで。マジで思ってたこと言っていい。マジで。俺クラブで働こうかなと。しかも、六本木とかの。うわぁ、なるほどね。なんかもう、行き切ろうかなと思って。ああ、いいな。いいな。それ、れ。わかるわかる。でもレジ打ちとかの方がいいのかなやっぱりなんか、 そういうところでもガシガシ働いてる方が、なんかいいのかなと思ったけど、うん。それかも密着しよう。えクラブで働くか、え三、ー、30代にして、ホストクラブへの挑戦。ああ<ー>。勇気ホストの道といやー、どうきついか、ホストは。<う>いやー、そんな簡単な世界ではないとは思うけど。酒飲まんくていいんだったらいいけどね。あ、だから酒飲まないホストよ。<laughs> ローランドさん、俺。<laughs> 俺、ローランドさんになるな、俺、いきなり。<laughs> い,いんじゃん。 いいんじゃん、いいんじゃん。いやいやいや、俺で、あのー、俺の髪で今あんなにブリーチしたら、<laughs> <laughs> 俺、寂聴さんみたいな。<laughs> <ょ>俺。いやいやいや、寂聴さんは。俺<う>今年の漢字とか発表しないし。<laughs> いやいや、もう、それはもうないやし。アルクサ、だから染めなくていいよ。髪も染めない。酒も飲まないホスト。いついて、無理だろ。 マジで。売れるかもしれんやしな。いや、まあ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 、まあでもまあまあ、それまあ。まあどこで火がつくかわからないじゃん。火がね、うん。火がつくかわからないやし。ああ最近でなんかよく出てくるなったかな。何ホンダホンダさんっていうなんかホストいる。なんか。うああ、ええー、やめよう。そうなんでしょ。う。うんとか。<laughs> 話はやめよう。<laughs> まあまあ、いろいろね、そういうのもあるってことでしょ。うん、そう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 。 だから、そういうところに行った方が、ま、人脈もい,い、うん、でも全然スーパーのレジ打ちでも一緒に。スーパーのレジ打ちはやめよう。え本当に計画じゃ従わないといけないってことね。うん、従わないといけない。でも一応最近さ、うん、あのー、調べた、調べたんだけど、うん。あのー、いっぱいこのなんとか診断みたいなのあるじゃん。MRTI 診断とか。はいはいはい。なんかこの人はこの、なんか質問がめっちゃ多くて、うん。その人も全部答えたら、もう詳しくその人はどのパターンに当てはまるかみたいな、 診断みたいなのがあったんだけど。女子とかがよくやってるやつよ。ええ、もう動物占いとかじゃないんだもん。夢占いとか。そのレベルじゃない。あなた羊ですとかの。そんな簡単なやつではない。いや昔、朝ズバの最後にやってたけど。美濃さんじゃないの。あっていう感じの雰囲気だな。より詳しいやつそう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 。あの、それで、あの、あ、ま、それでっていうわけじゃないけど、なんかお前のあれをいろいろ当てはまってから、 いろんなの見てみたわけよ。なんで俺を使うなんかただ単に。そう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 。で、こういう、なんかどう、どういう人なのかなみたいな。はい,はいはい。そしたら、うん、俺知らなかったんだけど、うん、やっぱあれだな。どの診断にも、うん、お前計画的な人って出るな。うんなんか崩されるのが嫌みたいな。ああ、ええー。で、うん 今のことには集中できるけど、それ以上の情報を詰め込まれると、もう嫌になるみたいな。全部合ってた。合ってる。もう合ってる合ってる、それ。で、昨日やったやつで言ったら、あの、風水師、シューマン。ああ、シューマン。携帯番号占い。でやって、ちょっと待てお前の番号も出ててから、それもそれだった。ええ。すごいな。そう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 。じゃあもう合ってるんだ。 いや、そういうやつなんだなって思った。だからじゃあ、計画的なやつは任せた方がいいなと思って、俺自分では気づかなかったけど、うん、俺のはもう計画性とか一切書いてなかった。<laughs> いや、そらそうよ。前はもう自由奔放。<laughs> 思い立ったらすぐやる人でしょ。そうだった。あの、うん、そういうなんかこう、計画立ててとか、うん、例えば、えー、事務的作業とかさ、うん、そういうのより、うん、なんか発想とか、うん、クリエイティブなやつでなんか息抜き、なんか、生き抜い、り、なんか、 こう、なんか、乗られきれいにやり抜いてきた男みたいな、お、おめっちゃ変なやつやし。自分で見てから。いやいやいや。そう、そうよ、だって。あ、そうです。トーバラもそうよ。ちょっとなんか嫌だな。いや、なんで暑くなってきた。いや、暑く、いや、確かにな。ちょっと熱くなってきたけど。だけど、あの、俺なんかお岡とかも、だからまあ、風水とか占い好きって前回話したいし。一応正直ってうん。 俺とお前、今年から運気爆上がりだよ。じゃあお前やばいよ。じゃあじゃあ、それはお母の言うことを信じられんけど、俺。本も買ってる。怖いのが、本も買ってなんか調べてた結果、俺のだけじゃないよ。お前のも調べてたんだよ。どういうことと思って俺。お母が。お母が。お母がだろ。俺なんか。ああ、はい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 。あんたたち、今年からなんか、仕事いっぱい来るらしいよと。一応、あの、俺先輩と、 占いに行った今日。ああそれでも行ってたよ。あ、そうなんだ。虎年だよね、あんた。あ、うんはあ、虎年です、みたいな。相、えー、方も虎年です、みたいな話っ、えー、沖縄はね、周り水でしょ、って言って。虎はね、水が苦手。おぉー。飛躍しない、つっ,って。えぇ、ー、そ,うそ,うそ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 う。えー、すごっってなんか言われて、おぉー、みたいな。あ、もう俺信じてないんだけど、俺は。うん、まあ、半々でい,いよ、そこは別に。そうそうそう。 あそうなんですかみたいな。で、まあいろいろ言っていく感じで会ってましたよ。あじゃもうやばいし。で、なんかもう、やっぱそう、顔的なやつとかも。髪の毛上げなさいとかああ、はい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 。そう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 。そうだグッドタイミングやし。うとかそう、いろいろ。でももう、毎回最後に。うん。歯直してやつ。じゃじゃえ、それはそ、そこにむむ向かわせようとしてんの歯直してえいや、歯は無理よ。お金ないでお金ないよ、歯は。歯は無理よ。 まあまあ一応そういうのもありましたけどね。いや、だからもうなんか、楽しみじゃないですかね、ほんとに。占い師になるの。俺れ占い師信じてない。一番。2024年は大座がそうらしいですよってええ。いいな。あれ、キャンさんも大牛座ですかはい。え、一緒っすか ?5 月12です。ああ、そっか、近おお近い近い。 で、なんか、虎年に合わない絵ともあるみたいなのもあって。虎年に合わない絵と。そうそうそう。あ、そうなんそうそうそう。合わないのがあるって言ってたから。あ、そう、あ、そうなんすね。みたいなので、いろいろ聞いたけど。おな<ー>んだったかなうん、以上あったね。いいな。もうだからもう今年はちょっとガシガシなんか、いろいろ挑戦していきましょう,もう、もいや、でもね、今芸能界も厳しくなってますよ。ああ、まあ。ここもうさ、何がとは言いませんけど、す、うん。けど、なんかもうさ、 我々が自分たちで東京行くタイミングで、なんか、もうなんか今の芸能界怖いなって思ってめっちゃ。わかる。でも、もちろん好きだよ。好きだし、もちろん今も目標変わらないけど、ただ、俺が今、二十歳だったとして、芸能界目指すかって言ったら、もしかしたらわからないなと思考え方変わる。目指さないとは言わないよ。目指さないとは言わんけど、 どうだろうなーって思う。で、ってことはよ、ってことは。うん、今の若い子たちってさ、芸能界に魅力感じなくなったっていうこともさ、まあ、いるじゃんあるよ。全然ある。だからもう、それがもう YouTube の始まりではあるじゃん。ああ、まあ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 。そう、だけど。まあ、大丈夫よ。大丈夫。<laughs> 厳しいかもしれんけど大丈夫よ。何,何が大丈夫かわからんけど。 ええと、えー、やったーピーチキャッスルの YouTube 楽しみああね、なんかね、一応、まあ、それしかやることないでしょうから、あの、うん、とにかく、あの、YouTube、あの、更新したとか配信して、てうん、なんか、 あの、仕事してる振りはしときたい。大事よ。今日撮影か。大事大事。撮影か。ついつついて自分たちで勝手に撮影ってやってるだけだけど。自分たちで勝手に編集して。自分たちでまあまあでも、あれ撮影があって。ゲゲでもそれ大事だよな。ゲなんかモチベーションを高めるために大事だよ。な絶対バイトだけになったら楽しくないから。だ撮影を入れないといけない。入れないといけない。ゲ水金撮影とか。ーギャラの撮影どうやらの撮影 だ、一週間に一回さ、じゃあ YouTube でさ、このラジオみたいにさ、なんか、な、収録で撮って出しするのか、生でやるのかはやりたいな、じゃん。ああ、やりたいやりたい。あ、ピーチキャストでってことでしょああ、そうそうそう。それだからピーチキャストのチャンスだそれか、もう、キャンさんをもう一週間一回東京に呼んで。破綻する。破綻する。うん。払わん俺たちは。ああ、極悪。キャンさん自腹。まさかのボランティア。自腹。マイナス活動うん、自腹。怖すぎる。 文春気をつけてね。もう俺は、もう、出たらやめます。<laughs> 終わりです俺は。逆に沖縄からさ、こんな、あの、庭園の芸人が出てきて、すぐ文春に貼られたら怖いよ。で売れたらの話ですから。あ、売れたらの話。<ー>ね、えー、ラジオアプリで撮って、それを YouTube に上げてる芸人さんもいますよ。お、そうなんだ。えー。えー、すごいな、うん、でも生の方がやっぱ人気か。 みんな的にはな。今タイムリーで繋がれるかもしれないっていう。そうだな、コメント。そうそうそう、あるかも。まあまあでも、計画は前城さんの中であるんでしょ、やっぱり。ありますよ。まあまあまあ、それにちょっと任せますよ、やっぱり。なんかこう、パッパ言いますけど、計画ちょっと苦手だね、やっぱり。診断で分かりました、自分で。俺こういう人間だって。いやいや、急にちょっと感じました。ということで、ちょっともう一曲いきますか。いきますか。はい、それでは、曲お願いします。 メール来てますメール来てます。ね、メール読もうか。ちょっと時間なさそうだね。確かに時間、今何分 ?47。47。うわえーなんでここに来て。あ、著作権フリーではないんだよな、これ。フリーだよ。フリーですよって言ってるだけでよ。あの、これ作った人がいるから。俺たち聞いたじゃん。あ、そうそう、確認ましたよ。そうそうそう、本人に。うん。これ作ってくれた人に聞いたんですよ。うん。 これが、メールでリクエストきてました、うん、上の、み、既読にもなってますけど、上の二つもですね。うん。で、四つ。四つです、ね。うん。うん。うシャイニングスターな。うん。うん。 ペペ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 シャイニングスタンーこれフリーじゃないんですね。ユーチューバは結構使ってますけど使ってる使ってるフリーはフリーだけど多分許可は必要じゃなかったかなあかこの曲で商業目的なやつが多分ダメだったと思います。なんかバックミュージックとかそんなので流すんだったらいいみたいな。 結構ガジェット系のユーチューバー何人か見てるんですけど、全員使ってます。やばいわ。<laughs> なんか終わりみたいなのがちょっといい感じなんじゃない, <laughs> いイヤホンの聞こえ方みたいな。シャイニーガジェット系ので使ってるじゃないですか。えー、僕たちスロットス <laughs> <laughs> で終わって、で最後まで40万使った50万で。ててちんて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 れれれって <laughs>、えー。20時間、えー、回し続けた結果、えー、マイナス 54K。<laughs> ジ <laughs> <laughs> 次回リベンジしたいと思います <laughs>。スロット系多いな <laughs> ス <laughs> メノシ目のクマのやばいさ。いやもうマダガワタブクロ半端ないもん本当にサンマ乗ってるよ。誰がサンマのワタブクロハンマがニヒコチン乗ってるペタペタじゃないサンマサラじゃないかん、ね、これケんじゃ。 え、熊これは皿じゃなくて、サンマの綿。え、綿はやばいって、ほんとに。え、臭いさ。サンマの綿は。いや、熊がもうやばいもん、マジで。ああ。熊取り金かかるって聞いたら、一応なんか9万ぐらいかかるって言われたよ。え、したいのうん、いや、したい、したい。じゃだって、あの、バイト先、那覇の松山のバイトの先のキャストの子たちから、大丈夫 なんか、毎週、あれだね、熊、大丈夫ああ。ああ、一応僕、熊賞で結構出るんすよって言って。私の資料9万で、もう全部すっきりなくなるよって。え、やれば ?9 万はない売れ。じゃあ、じゃ東京熊にやった方がいいんお前、そういうの好きやし。これには価値あるだろ、自分にはかけるまあまあね。なんか、カードとかさ、釣りとか一旦処分して、熊取りに当てれば。ああ。9万だって安いんじゃん。9万って言ってたような気がする。やれば やりたいだろ一応やりたい。それだったら一応結構許しお前こういうのを、他にかけるぐらいやったら、ああまあいいよよってなるけど、こういう、このトリオもやい。こいつよ、楽、こういう美容のやつ。本当に。なんかお金かけて。ただ、一回あの、おばたのお兄さんが、くって、ああ、はいはいはい、やってたね。なんか一週間ぐらいで弾くって言ってたけど、全然弾かんくてから、ちょっとこっちボコってしてるまんまの状態で収録とか行ってる写真とかも見て、アンチハレルバって。ああ、はい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 。怖っと思って。 うんいいんじゃん、熊取リだから、1個だけやればじゃん。1個4万5000でいかたっぽだけやればいいっ <laughs> <laughs> こっちすっきりで、こっちン万のバトンを取ってなったので、<笑><笑>死にやだ。<laughs> 流れてる流れてます。ラストは3分ですね。はいはいはい。ああ okay.

お聞きいただいたのは、シャイニングスターでした。とい,いうことで、えー、メールですね。はい。えー、エンディングはこの曲かなと思ったので、シャイニングスターお願いしますと。<ー>10年間お疲れ様でした。そして東京移籍おめでとうございます。4月からお、えー、大阪から移籍する、えー、芸人が今のところ13組いるらしいのですが、負けずに頑張ってくださいね。しんどくなったらフラット沖縄に帰ってきてリフレッシュしてください。千葉よオということで。ありがとうございます。ありがとうございます。すかまだいけますね。2分半ですね。はい、ありがとうございます。ということで。 えー、そして、えー、次が、こちらですね。えー、ラジオネーム、進撃のメイちゃんさんですね。ありがとうございます。ーえー、トーバルさんとマイショさん、えー、キャンチー、こんばんももー、ということで、こんばんももー。えー、メイちゃんでございます。えー、先ほど X で、えー、 何速報。速報が流れてましたが、うん、あのチュラさんが4月から毎週平日アンコール放送と。2001年ってもう23年前なんて驚きです。お二人は2001年って何してましたかこの流れでこの曲をリクエストしていいでしょうか時間がありましたらぜひともよろしくお願いしますと。へぇ<ー>、えー、ラスに。2分ですね。うん、ということで読みますかまだギリーまで。ラスト一発ぐらいかな、はい、いけるかなまだ。えー えー、トーバルさん、毎週さん、スタッフの、えー、キャンさん、リスナーの皆様、こんばんは。トーバルさん、毎週さん、ラジオこそ、業おめでとうございます。このピーチカスの借りを聞くようになってから約3年間。本本さんはもちろん過去の放送のアーカイを見ては、ラジオこんな下ネタ話していいの <laughs> こんな下水こと言っても大丈夫なのと、新感覚のラジオでした。<laughs> 新しい経験、経験ありがとうございました。毎週のラジオ楽しみがなくんなる寂しいですかまた FM 疑の案に、えー、うん 開線されることを楽しみにしています。ちなみに東京のウォーターサーバーは種類がピンキーなんでいいろ吟味した方がよかったよということだけお伝えしておきます。東京で、え、成功されることを祈っております。即死です。即死です。<laughs> もう、あと、はい、えー、1分22秒ですね。<laughs> まあ、ラストラ、えー、いけるかな、メール。やり、うん、ますか。 えー、こんばんは、ピーチカスのお二人。10年前、ラジオパーソナリティ、お疲れ様でした。私は2、3年ほどしか生ラジオ聞いてませんが、アーカイブ見たりして、毎週楽しみにしてました。これからは東京の応援に行けるかと思うと、お二人以上にワクワクドキドキが止まりません。ステージの出番もプライベートも縛りようということで、やっぱりお二人のこと大好きで応援していく、え、ダーズな里みゆりということで、ありがとうございます。すごい。ということでございまして、えー、はい。 10年間皆様本当にありがとうございました。ということでね、これからも FM 機能は続いていきますので、FM 機能はもう応援よろしくお願いします。ということでございます。で、真後ろさんありますかないです最後の最後まで何にもありませんでしたけれども、えキャンさんも本当にありがとうございました。ありがとうございます。や楽しかったです、マジで。え皆さんね、またいつかお会いしましょうということで、最後までピーチクスのカリカリございました。ということで、10年間ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。 2.5倍速度のメール読みの速さだった。いやありがとうございます。いやありがいやいや、いやありがとうございます。本当に。もちろんです。またお願いします。はでは、ツイキャスの方。ツイキャス、もうちょっと待って、メールっうかコメント来てるね。ありがとうございます。ありがとうございます。 はい、ありがとうございま,ました。<laughs> ありがとうございました。ありがとうございます。